1年生終わりまして、2年生終わりまして、残るは3年生なんですが、あっという間に子どもたちが3年生になってきました。この夏、どういうドラマが待っているか、11月の関東大会、そして12月の全国大会に向かって、明日から練習が始まります。1年生も昨日まではお客さんだったんですが、今日から1年生扱いですので、全然扱いが変わりました。それでは3年生のドリームですが、1年2年と一味違った動きをご覧ください。仙台市の方に高等学校総合文化祭で参ります。帰ってきまして8月2日に帰ってくるんですが、8月4日から6泊7日になると思います。香川県、徳島県、愛媛県の演奏旅行に出かけます。再び2年生と3年生の演奏になります。動きのレベルをちょっと上げてみたいと思います。それでは1曲目をお願いします。
区は今年88名の部員のうち44名が県外からの入学生です。平成20年から県外募集を始めたんですが、ちょうど平成19年には33名の部員で、全国大会を出ました。それから、約10年経つんですが、88名まで入ることができました。本当に嬉しいことだと思います。増えれば増えるでご飯をいっぱい食べますので、なかなか大変なんですが、2年生3年生の曲です。2曲目をご覧ください。金曜日土曜日で、南三陸そして気仙沼の方に演奏旅行に行ってまいりました。震災以降、5年目になりますが、毎年、被災地の方々に、私の頑張ってる姿を見ていただきたくて行っています。まだまだ復興は道半ばで、子どもたちにもその姿をしっかり見せてあげたいと思いますし、私たちがこうして音楽ができることを大変幸せに感じています。最後の曲になります。この時期は今一番力のない時期でして、あまり上手なくて申し訳ないんですけど、頑張って演奏したいと思います。
本日は私たちにこのような感想いただきましてありがとうございました。もっと練習をしてもっと上手に立ってまたここで何か行きたいと思います。ありがとうございました。